日本テレビの先ほど総理がですね、質問に対する会見の中で、あっという間にやめようという国民的な声が公的になれば、その声を尊重しなくてはならないとおっしゃいましたけれども、今後、その、なかなか説明しても理解は得られないという点を総理していただきますが、その上で理解を得られず、片山総理がこの国を任せていけないというような声が、国民世論調査が高まった場合は、総理大臣に辞任して責任を取るという考えはあるでしょうか。家庭のお話でございますが、私はそうならないように最善を尽くしてまいりたいと思います。おっしゃる通り、先ほどもご質問に申し上げたように、このようなこと自分自身にとってもこの接点の利益というか、なんでこんなことだという思いがあっただけに、今のこと国民の皆様方にはいくら説明としても分かっていただけないという部分があろうかと思います。その思いから、それで政治が停滞をしてこんなことではやってられないのというふうに国民の皆様方が本当にそのように多くのお気持ちがそのような方向に集めてまいったときには、当然総理職を続けていることが国民の皆さんにご迷惑をおかけするということになろうと思います。そうならないように今私は努めてまいりたいと思いますが、毎日そのようなことにあったときに、もともと総理の職に感じについてもやりたいという思いで、いるわけではありません。しかし今責任を果たす道は、一応ここでしっかりと国民の皆様方からいただいた日本の政治を大きく変えてくれという